がレプリホースの勇敢なる兵士諸君、今や我々レプリホース全員がイレギュラーと決めつけられた。だが我々とてこのまま汚名を着せられておくわけにはいかない。我々は自らの手でレプリロイドだけの国家を建てて、ただしこれは人類に対しての敵対ではない。自由と安全、それら正当な権利を求めるための戦いなのだ。共に築こう、何者にも侵されない理想の国家を。共に進もう、我々レプリホースの未来に向かって。私もゼネラル将軍と同じ意見だ。いいか、我々にはこれしか道はない。恐れず、勇気と誇りを持って戦おう。我々はレプリホース史上最強の軍隊なのだ。ジェネラルのやつめ、とうとう動きわったわ。さて、イレギュラーハンターよ、どう出る？ここでゆっくり見物させてもらうぞ。クラゲの方がまだ手応えがありそうだ。
命がけで戦ってこそ意味がある。
かわせるか！
い友達はいらないからね。見損なったぞカーネル。何をする。今からでも遅くはない。クーデターを中止しろ。断る。そうか、行くぜ。やめて兄さん、やめて。忘れたの？ゼロは私の命を助けてくれたのよ。この場は引くとしよう。だが次は容赦しない。ゼロ、お願い、兄さんと戦わないで。二人が戦えばどちらかが来た。誰かがレプリフォースを止めなければならない。ゼロ！
ものは滅びておしまい。行くわよ。どこ見てるの？どこ見てるの？ひどいわ。どこ見てるの？ひどいわ。ひどいわ。どこ見てるの？どこ見てるの？ひどいわ。ひどいわ。どこ見てるの？ひどいわ！どこ見てるの？ひどいわ！どこ見てるの？ひどいわ！
You will learn
を捕捉、5分以内に撃破する。
超特急であの世に送ってやる。一度本気で戦ってみたかった
兄さん、私を守って。アイリス、ゼロ、しっかりしろ、アイリス。お願い、もうレプリフォースに手を出さないで、一緒にレプリロイドだけの世界で暮らしましょう。アイリス、レプリロイドだけの世界なんて幻だ。そうよね、でも信じたかった。レプリロイドだけの世界で、あなたと。アイリス、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 アイリス。俺は一体何のために戦っているんだ。君とは戦う運命にあったようだ。
命がけで戦ってこそ意味がある。この攻撃かわせるか。私の相手をするなんて10年早いわ。行くわよ。Oof!
小僧、ちっとは楽しませてくれんだろうな。へばりついていればいいものを。Thank you.
海の藻くずと消えるがいい。叩き直してやるぜ。の部隊を全滅させた赤いレギュラーはどこだ？はい、あちらの扉の中に。ご苦労、あとは私がやる。隊長自らが？これ以上お前たちに犠牲が出ては困るんでな。
シグマ隊長だ。さすがだ、隊長にかなうレプリロイドなどいるわけだ。わ、赤いイルギラを修理センターへ運べ。それとドクター・ケインに連絡を。あのイレギュラーを調査する。隊長、お体の方は？ん？うるさい！準備はできたかね？
これが本当の俺なのか、本当の俺ってやつなのか。結局誰も助けられなかった。アイリス兄さん、やめて。アイリス、俺たちレプリドイドは結局みんなイレギュラーなのか。Thank you.